BMW BMW ジャパンは、M ブランド専用の電動 SUV XM に高性能グレード、レーベルを追加し、10月27日より販売を開始した。価格は2420万円。納車は本年末からを予定している。XM はオンロード走行性能を高めた。 X モデル初の M 専用モデル。また M モデルで初となるプラグインハイブリッドシステムを搭載し、BMWM 史上最強パワーで、サーキット走行を可能とするダイナミックなパフォーマンスを発揮する。今回発売する XM レーベルは、FAVE システムのトータル最高出力を 748PS、 最大トルク 1000nm に高めた最強の M モデルとなる。また BMW ジャパンでは XM レーベルの発売と同時に専用の内外装飾に鮮烈な印象のレッドアクセントを施した全世界限定500台の限定車 XM レーベルレッド日本使用モデルの 注文の受付を公式ウェブサイト内の専用ページにおいて11月8日まで実施する。日本国内において15台限定での導入となり、限定台数より注文数が上回った場合には、抽選により当選者を決定する。納車開始は本年末からを予定している。価格は2600万円。 XM レーベルレッドは東京ビッグサイト東京都江東区で開催中のジャパンモビリティショー2023の会場内 BMW ブースに日本初公開モデルとして展示されている BMWM 史上最強のパワーユニットパワートレインは最高出力 585PS 標準モデル比プラス 96PS。最大トルク 750NM 同プラス 100NM にまで。高めた4.4リットル V 型発気筒ツインターボエンジンと電気モーター。最高出力 197PS に8速 M ステップトロニックの組み合わせ。高性能プラグインハイブリッドシステムをさらにチューンアップし。 システムトータルの最高出力は 748PS。最大トルクは 1000Nm を発揮。電気自動車、EV を除き、BMWM 史上最強のパワーユニットを搭載する。足回りには電子制御ダンパーとアクティブロールスタビライザーを。備えたアダプティブ M サスペンションプロフェッショナルを採用。 快適な長距離走行を実現するコンフォートスポーツ走行に適したスポーツダイナミックな走行を可能にするスポーツプラスの3種類から走行モードを選択できるさらに直進走行時の快適性を高めるアクティブロールスタビライザー回答性と俊敏なレーンチェンジを可能とするインテグラルアクティブステアリング M スポーツブレーキ M モデル専用四輪駆動システム MX ドライブ等を採用あらゆる状況において M モデルに相応しい走りを実現する赤く縁取られたキドニーグリルの限定車エクステリアデザインは標準モデルに対しキドニーグリルやウィンドウ周りのアクセントバンドがハイグロスブラックとなり より正漢な印象に。また、XM モデルバッジはレーベル専用に赤くエンドられ。専用ボディカラーとして M ブルックリングレーメタピックを設定する。インテリアでは、専用のブラックとフィオナレッドの。バイカラーにレッドコントラストステッチをあしらった BMW インディビジュアル。エクステンドレザーメリノシートを採用。 さらにインテリアトリムも、XM レーベル専用の M カーボンファイバートリムを採用している。限定車 XM レーベルレッドは、キドニーグリルやウィンドウ周りのアクセントバンドが、限定車専用のトロントレッドとなり、合わせて専用22インチホイールのインサートカラー及び、M スポーツブレーキキャリパーもレッドに塗装。 より鮮烈な印象となっている。また、レーベルレッド専用のボディカラーとして、BMW Individual Frozen Carbon Black Metallic を設定。インテリアトリムには限定台数を示す1500のレタリングを施している。ハンズオフ機能など最新機能を搭載。XM は、 ハンズオフ機能付き渋滞運転支援機能を搭載。一定の条件下にて、ステアリングから手を離しての走行が可能となっている。また、精度と正確性が向上した最先端運転支援システムを標準装備。アクティブクルーズコントロール、ストップ号機能付きや。衝突回避、被害軽減ブレーキ、自己回避ステアリング付き。 ペダル踏み間違い急発進抑制機能などを装備するまた車載通信モジュールにより車の状況をリアルタイムで把握しドライバーをサポートする BMW コネクテッドドライブ正解はだけで車両の操作情報へのアクセスが可能となる BMW インテリジェントパーソナルアシスタントを搭載 さらにクラウドベースの音声サービス Amazon Alexa にも対応する。